とデジカメじゃ分かりづらいんですけどね、動画じゃだいぶ夜景綺麗です。写真でうまく撮れればいいんですけどね。見えますかね、この感じ。写真でうまく撮れたらそちらをお見せしたいですね。めちゃくちゃ綺麗ですよこれ。だいぶメインの食べ物も食べ終わったので、この後からつまみを食べながら酒をゆっくり飲みたいと思います。これ普通に今取っちゃったんですけど、取っちゃった、食べちゃったんですけど、うまい。ただ焼いただけ。これいいな、セブン飯いいぞこれ。侮れんぞ本当に。つまみがつまみなんで、ワインではなく日本酒をいただきます。今日買った日本酒を、入るかな、ワンカップなんですけど、よいしょ、入った。あえてこの銅のグラスに注いで、明太子をもう素手でね、軽く一口、うん、不満げん、うん、うまこれやばい、うん、でも日本酒を含む、うん、やばい、贅沢贅沢。すべての料理を食べ終わりました。ちょうど雨も止んで、今9時ぐらいかな。周りもね、だいぶ静かになってきましたね。いや、本当に思うんですけど、贅沢な時間なんですよね、キャンプって。贅沢なんですよね。こんな夜景見ながらお酒飲んで、友人たちと将来の不安なことや楽しいことを話して過ごす。酒を片手、タバコを片手にね、本当に贅沢なんですよね。これ以上の贅沢があるのか。あ、ごめんなさい、しんみりしちゃった。はい、というわけで今回のセブン飯、セブン飯はね、正直ね、すごい美味しかったんですよ。もう一回全然やってもいいぐらい美味しかった、というかやりたいぐらい美味しかった。まあ、邪道といえば邪道なのかもしれないんですけど、美味しかった。この後はまだちょっとつまみもあって、酒も余ってるんで、カメラの撮影もない状態でゆっくり過ごしたいと思います。ではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。朝7時半ですね。二日酔い半端ないです。
朝起きれました。そして雨も無事止んでくれました。天気も最高です。景色もね、最高です。少し洗い物をしてセブンイレブンのお味噌汁飲みたいです。今日の朝食は、キャンプ場でいただいた桃ですね。桃と味噌汁ですね。はい、いつもの旅でお世話になっている殻付きしじみ、こちらでゆっくりします。いただきます。熱いわ。あ、うまっ。やばい、落ち着く。うまいねこれね。すごい汁。アボカド風にね。あ、ダメだ、やばい。これはまずいな。ヘタ取るべきだったの、さっき。失敗しちゃった、こっち。ごめん。はい。身がだいぶなくなった。あ、美味しそう。見て、ほら。桃いただきます。何年ぶりだろう、桃を食べるって。うん、ジュース、桃ジュースしかない。うま、甘っ。いやー、桃美味しかったです。あっという間に平らげました。洗い物朝ないと楽ですね。ゴミがキャンプ場で捨てられる場合はセブンの味噌汁とかそういったものがありかもしれないですね。ではこの後少しだけゆっくりして片付け始めます。そう、あの今回購入したこのファイヤーテーブルっていうんですかね、ほんと買ってよかったですね。これ5000円ぐらいだったかな。こう洗い物置にもなりますしね、網目だし。で、まあこのサイズじゃないと車に積めなかったっていうのはあるんですけど、今回買ったもの全て良かったです。このグラスも、銅のグラスも良かったし、このローテーブルっていうんですかね、大活躍でした。今後も活躍していくこと間違いないでしょう。はい、片付け無事終了しました。テント畳まなくていいのと、その他寝具関係も畳まなくてよかったので結構楽でしたね。最後まで霧は晴れなかった。ただ本当にここはいい場所でした。ほったらかし温泉キャンプ場、冬もね、またもし小屋付きサイト泊まれたら最高ですよね。エアコンあるんで。また来ます、ここもまた絶対来ます。一度も来たことのない方、ぜひ一度来ていただいて夜景を生で見ていただけると感動しますので、おすすめです。では今回のキャンプはこれで終了いたします。よかったら高評価、チャンネル登録など概要欄からよろしくお願いいたします。ではまた次回のキャンプでお会いしましょう。バイバイ。